リアンナー級巡洋艦はイギリス海軍の巡洋艦の艦級。先行するアイリス級をもとに艦艦装甲を導入するとともに手記や兵装の改良を図った発展型であった。アメリカ海軍が建造したワンパノアグの高速性能を受けてイギリス海軍もインコンスタントを端所として1869年から1876年に かけて三隻のフリメートを巡航させた。当時、まだ監視故障として採用されてはいなかったものの、考古的にはイギリス巡洋艦の講師として評価されている。その後、1879年には、これらを小型化する形で設計されたアイリス級二隻が相次いで巡航した。そして1880年度計画で、同級の二番艦、マーキュリーをもとに、艦艦装甲の導入と、 主布機、並の改良を図った発展型4隻の建造が盛り込まれた。これが本級である。なお、本級もアイリス級と同様、計画当初は通報艦として類別されていたが、竣工前に二等巡洋艦に類別変更され、設計を一部変更して竣工した。上記の経緯より、船体全長、幅はアイリス級、マーキュリーと同様である。ただし、 火甲板では、機関部を覆うように、165フィート長にわたって1.5インチ圧の走行が施された。水平に近い弾道で艦内に突入した砲弾に対する左軽視を配慮して、この装甲は、両弦側で下方に沿って水線部と結合した、拮抗型とされた。装甲体のような、重く高価な垂直防御と比して、このように水線部より、 若干下方に防護甲板を設ける水平防御の手法であれば、比較的軽い重量で、かつ重心の上昇も抑制しつつ、艦の防御力を向上させられると期待された。まだ艦の前後を全通するには至っていないが、後の防護巡洋艦の方がと評価されている。機関構成は、アイリス級と同様で、スコッチボイラー12艦を、 横置き式2機と2段膨張レシプロ蒸気機関2機と組み合わせてスクリュープロペラに軸を駆動する方式とされた。ただし本級では手機の燃費を改善するとともに石炭搭載量を増大することでアイリス級で批判されていた航続距離の短さの改善が図られている。また竣工時にはスクーナー型の搬送設備を備えていたが1890年代末までに撤去された。 艦砲としては、25.5合計15.2センチメートル砲10門が搭載された。最前部、最後部の方は、中心軸式の砲がに課せられており、それぞれ艦首、艦尾方向にも施行できたが、それ以外の方は、減速式の装備であり、社会が減速方向に制約されたほか、装備位置が低く、高天時は波を被って発砲が阻害されがちだった。 また、春工時には、これらに加えて、ガトリング砲2門、ガードナー式機銃4丁、ノルデンフェルト式機銃10丁が搭載されていたが、後に、これらのうち4門は40合計4.7センチメートル砲に、換装された。ウィキメディアコモンズには、ディアンダー級巡洋艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。